第32節アンカーエキセントマッチ川崎フロンターレ対清水エスパルス戦にご来場くださいまして誠にありがとうございます。また清水エスパルスのサポーター皆さん、この戦の台風災害で本当に大変な思いをされている中、本日は大勢の皆様がご一緒にお越しくださったことをクラブスタッフ一同お礼申し上げます。ただいまより審判団および両チームのスターティングメンバーを発表いたします。はじめに本日の審判団の紹介です。レフェリー清水隼人、アシスタントレフェリー和住俊之、田中俊之、放送オフィシャル金次雄之介、ビデオアシスタントレフェリー今村義郎、アシスタントビデオアシスタントレフェリー岡博道、マッチコミッショナー松浦俊夫、以上の審判団です。続いてビジター清水エスパルスのスターティングメンバーです。21番ゴールキーパー権田修一、4番ディフェンダー原輝樹、2番ディフェンダー竜田優吾、50番ディフェンダー鈴木義則、29番ディフェンダー山原レオン、8番ミッドフィルダー松岡大輝、18番ミッドフィルダー白崎良平、11番ミッドフィルダー中山勝弘、10番フォワードカルリーニョスジュニオ、45番フォワード北川光也、9番フォワードチアゴサンタナ。続いてサブスクリュートです。1番ゴールキーパー大久保拓夫、7番ディフェンダー片山栄一、6番ミッドフィルダー竹内涼、27番ミッドフィルダー矢後ピカチュウ、33番ミッドフィルダー乾隆、23番フォワード鈴木唯人、32番フォワードベンジャミン・コロリ、そして監督ゼ・リカルド。以上清水エスパルスのメンバーでした。
ちらもご注目ください。以上、川崎フロンターレのメンバーでした。